登場いただいておりましたアクシージア史上最高峰のエイジングケアラインザ・ビーメゾンのブランドアンバサダーファンタスティックスフロムエグザイルトライブの佐藤大樹さん、八木優生さんにご登場いただきます。どうぞ。こんにちは。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、たくさんのプレスの方にお越しいただいておりますので、どうぞご挨拶をお願いいたします。はい。本日は本当にお忙しい中、ザ・ビーメゾン新商品発表会にお越しいただきありがとうございます。僕とユセは、ザ・ビーメゾンのアンバサダーとして就任してから初めての公の場ですので、少し緊張しているんですが、今日はリラックスしながら新商品の魅力をたくさん伝えていけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、今日はお二方ジャケットスタイルですごく素敵ですね。八木さん、はい、とってもお似合いですね。ありがとうございます。はい、なんかこうビシッとした気持ちになったりするんですか？はい、やっぱりジャケットを着ると結構こうなんだろう、気持ちも引き締まると言いますか。でもなんかちょっとこのシャツとかは少しちょっと可愛らしい部分もあったりして、なんかすごくいい塩梅なジャケットで、はい、塩梅っていいですね。塩梅、初めて使ったかもしれないです。いやいやいや、もうこの後もいい塩梅でいきましょう。よろしくお願いします。佐藤さんもやっぱお似合いですね。はい、ありがとうございます。すごく素敵です。はい、こうボータンみたいになってるんでしょうか？はい、ちょっとリボン調のなってタイになってて、なんか今回は秋のザ・ビーメゾンを意識してスタイリングしていただきました。なるほど、はい、これもいい塩梅ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ザ・ビーメゾンブランドアンバサダーに就任したということで、ぜひ感想そして意気込みを改めて聞かせていただけますでしょうか？では、はい、まず佐藤さんからお願いします。はい、個人的にすごく化粧品とかそういう商品のイメージキャラクターとかアンバサダーをやるのが夢だったので、しかもメンバーのこう一番ね仲のいい優生と2人で今回就任させていただいて、本当に一つ夢が叶いました。で、ファンの皆さんからもすごくこの就任したよって言った時に喜んでくれたので、はい、すごく嬉しいです。はい、たくさん反響があったんですね。めちゃくちゃありましたね。はい、そうだったんですね。八木さんいかがですか？はい、自身としても初の、化粧品のイメージアンバサダーを務めることができて本当に光栄ですし、さっき大輝を見てくれたように大輝君と一緒に2人で務めさせていただくことができて、僕もすごく心強いですし、あとはなんかそのファンの方とか日本の方々だけじゃなくて、こう中国の方々にもすごく喜んでいただけたりする声もすごく聞いたので、改めてこう責任感も今も芽生えつつもこう盛り上げていけたらなと思っております。はい、もうこれからのご活躍もとても楽しみにしております。さあ、では改めて佐藤さん、八木さんのザ・ビーメゾンブランドアンバサダー就任を記念いたしまして、株式会社アクシージア取締役副社長天野翔唯より花束の贈呈をさせていただきたいと思います。天野さん、よろしくお願いいたします。それではまずは八木さん一歩前に出ていただきまして、はい、少しじゃあプレスの方の皆さんの方を見て受け取っていただきます。お二方目線もいただきます。どうぞお受け取りください。はい、オフィシャルさんに目線いただいてます。はい、ではお受け取りください。続いて佐藤さんにお渡しいただきます。ありがとうございます。はい、同じように少し目線をいただきましょう。オフィシャルさんに、あ、もう少し寄ってください。天野さん、どうぞよろしくお願いします。もう一回いただきましょう。はい、オフィシャルさんにいただきます。真ん中オフィシャルさんです。はい、ありがとうございます。どうぞ佐藤さん受け取りください。天野さん、ありがとうございました。ではお二人、せっかくです、こうお花を持ってる姿もとても素敵なのでフォトチャンスとしたいと思います。はい、どうぞ正面を向いてください。少し寄ってもらいましょうか。ちょっと内側に、八木さんも右、右、そうですね、右側に寄って、ありがとうございます。フォトチャンスです。
しているお二人をぜひぜひ収めていただきたいと思います。皆さんいかがでしょうか。後ほどフォトセッションがございますのでここで引き取らせていただきます。それでは花束はお預かりします。スタッフにお渡しください。花束が似合いますね。はい、とっても素敵でしたけれども、さあではお二方ブランドアンバサダーとしてぜひですねお二人美を保つための秘訣というのをそれぞれお持ちなんじゃないかと思うんですが、ぜひその秘訣また美肌のキーポイントを教えてもらえないでしょうか。佐藤さん。はい、僕はこうネポサウナが好きなので本当にここ2年でがっつりハマったんですけども、サウナに通い出してからやっぱりお肌の調子もいいですし、何より本当にいいことしかないのでサウナですかね、美の秘訣。あとパックも毎日お風呂上がりにするようにしているので、それは僕の美の秘訣かなと思います。整ってるんですね、ちゃんと、はい、お肌も心も整ってます。それ最高ですね、はい、結構皆さんで行かれるんですか。お一人で行かれるんですか。一人で行く時もあるし、それこそ優勢と二人で行く時もありますし、メンバー何人か誘っての時もありますね。そうなんですね、はい、なるほど。では八木さんの秘訣は何でしょうか。はい、僕もサウナもそうなんですけど、やっぱりこう毎日こうジムに行って体を動かすことが僕のストレス発散にもなるんで、例えば仕事の出発が朝の5時だとしたら僕本当3時に起きて行ってるんですよ。はい、本当毎日やってるんで、これなんかこう自分のストレスのこう発散にもなってるし、こう体を動かすことでこう何だろう、こう内側からもどん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 こう変わっていってると思うし、あとはそのアクシジアさんの商品ですね、こうパックも僕もらったやつ、あの大事な撮影の前の時とかに使ったらお肌の調子は良かったです。はい、今日もいいですもんね。はい、今日も勝負パックしました。勝負のしてきましたか。はい、もうお二人とも本当に美しいお肌を保ってらっしゃいますが、やっぱりこう運動したり、はい、サウナ入ったり、うん、代謝を上げたりして整えてるんですね、ちゃんと、はい、デトックスですね。大事ですよね、さすがだなと思います。はい、さあそしてこのザ・ビーメゾンは大人向けのエイジングケアブランドなんですけれども、こう普段生活をしていて美に関して気になることって佐藤さん何かありますか。そうですね、まあありきたりになってしまうかもしれないんですけど、やっぱりこう肌とかに気を使っている女性はすごく素敵だなと思いますし、あの仕事の合間とかにもこうハンドクリームを塗ったりとか、こうさりげないそういうポイントでも常に意識を欠かさないっていうのは見ていて素敵だなって思いますね。つい目がいっちゃいますか。いってしまいます。はい、ですよね。八木さんいかがですか。はい、やっぱりこう美意識が高い女性っていうのは一目で結構僕も分かるし、で、まあ、そういったところにその僕自身が気づいたら積極的にその気を使ってこうケアしてるところとか、逆にこう聞いたりとかもするのがこうなんだろう、その女性にとってこう嬉しいじゃないですか。やっぱりこうやってるんですって言ってもらえると、だからそういったところは本当に素敵だなと思いますね。その美意識に対して一生懸命取り組む姿もすごく美しいし、うん、その気持ちがなんかすごく好きですね。いいですね、確かに気持ちですよね。気持ちです、うん、本当に、はい、ありがとうございます。さあお二人の美に関するお話を伺ったところで、このザ・ビーメゾンは女性向けのブランドであります。常に美しくあり続けていらっしゃるゲストを今日はですね佐藤さん八木さんお迎えしておりますので、はい、その方をお迎えして、はい、ここからはお三方で楽しくお話をしていただきたいと思います。それではご登場いただきましょう。タレントの藤本美貴さんです。どうぞ。スパークリングしてますね。明るい感じで、はい、はい、うん、いかがですか、ご登場されて。いやいや、すごくキヤキヤしてますちょっと言わせてしまってる感があって申し訳ないです。いやいやいや、
なんかね、ふわっとしましたよね、感じましたよね、お二人ね、はい、ありがとうございます。さすがミキティで、ありがとうございま す, よ、ね、はい、ちなみにお三方共演というのはこれまで初めてです。はい、初めてです。そうなんです。いかがですか、すみません、お二方。いや、なんかもう若さにちょっと引いてるぐらいですもうちょっとそんな若い子たちとも会う機会もなかなか少なくなってきましたので、はあ、若いって素晴らしいって、ありがとうございます。お肌が違うなと思って、はい、見てます。ありがとうございます、はい、すごく美意識が高いお二方ですからね。いや、本当美しいですよね。佐藤さん、八木さん、はい、どうでしょうか、藤本さんとお会いになって。すごくテレビで見てて明るくてハッピーオーラの方だなって思ってたんですけども、はい、実際にお会いしたらそれをもっと感じました。ありがとうございます。やっぱ常に庄司さんをサポートしている印象もあるので、ありがとうございます。やっぱ頑張ってる女性は素敵だなと。そうですね、そうですね、うん、うん、はい、はい、僕は本当まだファンタスティックス入る前から、うん、そのテレビの中の人なんで、うん、はい、お会いできてすごく光栄ですし、さっきこうステージ上がってきた時からなんかこれにお花が見えた気がして。見えました。見えちゃいました、はい、ありがとうございます。漏れちゃいますので、漏れちゃいますね、もうね、やっぱり、はい、ですよね。さあ、もう皆様はご存知だと思いますが、藤本さん、はい、アイドル、そしてご結婚されて、はい、奥様となり、そして出産を経てお母さんとなって、はい、ライフスタイルが変わっていく中でも本当にいつも素敵で美しさを保っていらっしゃるなと思います、はい、藤本さんが考えるこの美肌のキーポイントって何でしょうか。そうですね、やっぱり本当に基礎化粧品だったりとか、そう塗るものっていうのももちろんあると思うんですけど、やっぱりこうもう規則正しくちゃんと寝る、食べる、運動する、あとはいっぱい笑うっていうのがいいんじゃないかなって思いますね。確かにもういつも笑顔なイメージすごいあります。そうですね、なんか一人で喋って、旦那さんに一人で喋りかけてずっと笑ってる感じですねはい、そうなんですね、はい、八木さんお聞きになっていかがですか。いや、こう笑顔がすごく大事っておっしゃった時に、うん、本当その通りだなと思いましたね、うんうん、やっぱこう明るい、ね、気持ちでいると表情も明るくなったりとか、なんかこう表情筋もね、ちょっと鍛えられるかなと思いますよね、うん、佐藤さんいかがですか。いや、本当にその通りだなとありがとうございます。めちゃくちゃハッピーですね、はい、ですよね、はい。さあ、そして佐藤さん、八木さんがブランドアンバサダーを務めているこのザ・ビーメゾンはアクシージア史上最も上質なスキンケアラインとなっているんです、うん、美容業界でも注目されているユーグレナをキー成分として配合してまして、クレンジングから保湿クリームまでのスキンケアのフルラインで展開しているブランドということで、うん、はい、そんなザ・ビーメゾンから藤本さんにぜひ試して今よりもっと誇り高き美しさを追求していただきたいということで、はい、この新商品のスパークリングマスクをご紹介していきたいと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、ちょうど商品も出てきました、はい、このスパークリングマスクを含めましてザ・ビーメゾンシリーズはサロン級の高クオリティを日常のスキンケアに取り入れていただけるようにということで開発しています、うんうん、炭酸ガスをしっかりと閉じ込めながらプルプルとしたジェル状に固まって肌に直接アプローチして温感効果で肌がじんわり暖かく感じられるということなんです。はい、なんか私が説明してるんですけれども、はいはい、横にブランドアンバサダーの二方いらっしゃいますの で、はい、はい、ぜひここからはですね、佐藤さん、八木さんから藤本さんへのおすすめポイントをぜひアピールしていただいて、はい、おすすめ対決というのをやっていきたいと思います、はい、どちらがそのおすすめポイントをアピールして藤本さんの心を動かすことができるのかいいんですか、私心を動かさせてもらっていいですか、申し訳ないです、いいんですね、ありがとうございます。バーンとスパーピングしていただきたい、はい、そうですね、心してちょっと受けて立ちたいと思います。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。ちょっとルールなんですけれども、うん、少しひねりを加えてみました、まあ、スパークリングマスクの特徴、良さ、おすすめポイントはもちろんご紹介いただきたいんですが、それに加えましてスパークリングマスクを楽しみにされているお客様の代表ということで藤本さんが、はい、毎日頑張っていらっしゃる藤本さんへの応援コメントを含めた決め台詞的に口説き文句でいいですか。ちょっとなんか何言ってんだって感じ大丈夫ですか。私もちょっと何言ってんだと思いながら、はい、聞いてますよ、大丈夫です。いいですか。いいです。ちょっとこう逆に申し訳ないですけどね。
お願いします。任せてください。一歩見ながら、はい、スパークリングマスクのアピールとともに、うん、くどき文句までで、はい、しっかりと対決していただきます。はい、どうですか、ドキドキしたり。そうですね、ちょっと今心の準備をしなきゃいけないと思ってます。はい、どれぐらい時間必要ですか。いや、もうあのやってもらいながらちょっと固めていこうかなと思います。ちょっと藤本さんの表情にもご注目いただきたいと思います。はい、さあそれでは対決していきたいと思いますが、うん、では佐藤さんからでもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、します。さあそれでは佐藤さん、よろしくお願いいたします。スパークリングと聞いて、はい、まず思い浮かぶのは弾けるということですね。はい、今日初めてお会いして、はい、ミキティさんの弾ける笑顔に僕もやられてしまいました。ありがとうございます。今回の新商品のスパークリングマスクは混ぜて15分、顔に塗って15分待つと、トゥルントゥルンのパックが出来上がります。毎日お忙しいミキティさんの内に秘めた美のポテンシャルをさらに開花させたいです。お忙しい夜の15分、僕にください。はい、すごい、あ、すごい、なんかよくこの状況で長めに喋れますね。あのメンタルは強めです。すごい、ヤギさんがもうずっと後ろにクッククックって言ってたんだけど。楽しいです。いい、メンタル強めです。メンタルは強いです。佐藤さん、はい、ね、メンタル強いですね。めっちゃ強いです。わかりました。本領発揮しましたね今。そうですね、ちょ、言い慣れてるんですかね、やっぱり。いや、そんなことないです。ね、やっぱり言い慣れてる感じがある。緊張しました。ありがとうございます。どうでしょう、佐藤さんは。いや、ちょっともう最後の僕に15分をくださいしかもう入ってこなかった。はい、しっかり届いてますね。届いてます、届いてます。佐藤さんのがしっかり届いたというところで、はい、続いて、いや、でもなんか八木さん目がもうキラキラしててそうですね、モード入ってるんじゃないでしょうか。いやいや、じゃ緊張してるんですよ。でもね、そっか、佐藤さん見た後だと逆に緊張するってパターンありますもんね。いや、てか長いから。長いって言わないから。いや、長くないですよ、そういう、はい、いやー、ちょっと難しい。はい、お願いします。八木さん、お願いいたします。はい、スパークリングでの炭酸、本当にこう、この炭酸がお肌の奥まで、振動させてくれる、そんな、パックになっています。僕と一緒に最高の美を体験しませんか。わ、すごい、すっごい最後のための3つ目、すごいです。来ましたね、グッてきますね。はい、恥ずかしいこれ。いや、でも恥ずかしいこれ。全然恥ずかしそうに見えないですね。恥ずかしいですよ。恥ずかしいよね。やっぱり言うタイミング、ファンの方とかにそういうの言うタイミングあるんですか。ないです。ないですね。あ、なんか言い慣れてるなと思ったんですけどね。いやいやいや、恥ずかしい。ないですね。でもね、お芝居とかもやってらっしゃいますから。そうか、知れないですね。だからか、うん、違いますね、お二人とも。さあ藤本さん、悩ましいところではあると思うんですが。悩ましいです ね、 ね。でも八木さんはいかがでしたか。ま、よかったです。あのためが、あのためがまたたまらなかったですね。グッて見つめられて捕まえられた感じです。はい、今のハーバはい、一回ちょっと吐かないと。吐かないとね、はい、出しとかないとですね。わかりました。それでは藤本さん、いよいよどちらが勝者か発表する瞬間です。それではお願いいたします。そうですね、もう本当にどちらも良かったんですけど、決めました。勝者は佐藤さんで。ありがとうございます。これはね、本当にあの決めとしてはどっちも良かったんですけど、メンタルの強さですかね。うん、メンタルの強さに1ポイントゲット。はい、はい、勝者ですね。いやー、おめでとうございます、佐藤さん。はい、ちょっとあの長尺を言ってよかったなと思いましたね。はい、はい、でも最後のセリフはもうずっと決めてたので。あ、そうなんですね。はい、放ててよかったです。ねー、でも八木さんもかっこよかったです。いや、かっこよかったです。ありがとうございます。さあ、ではお二人からいろいろね、おすすめを紹介してもらったところで、スパークリングマスクの魅力分かっていただけたと思うんですが。そうですね、はい、やっぱり実際に手に取ってみた方が分かると思いますので、お近くにあります、はい、ぜひここからは体験していただきたいと思います。ぜひぜひ。で、佐藤さんと八木さんはね、一緒に見届けてください、はい、お願いします。さあ、まず大きいパウチがありますよね。はい、皆さんに見せていただきます。はい、こちらなんですけれども、うん、中身を付属のスパチュラで下の方の
はい、町の方にですね、町の部分にグッと集めてもらえますでしょうか。はーい、と、あ、簡単です。スパチュラが幅広いのですぐできます。はい、で、おい、一回置いていただくと立ちます。そうなんですよ立ちます、自立します。自立してくれる、いい、素晴らしい。使わなくて手を汚したり、これ本当になんかこうペヨンってなっちゃうとこぼれちゃったりとかで、こっちもまた開けなきゃいけないのにっていうのすごい大変なので、そう、もう自立してくれるっていうのはすごいありがたいです、うん、ではその大きいパウチ開けていただきます。はい、開けます。はい、はい、開けました。はい、そして小さいパウチの方ありますでしょうか。はい、こちらですね。中見たいなはい、はい、はい、小さいパウチ、はい、開けていただいて、はい、これを大きいパウチの方に入れる。はい、入れてください。いきますよ。あーと、あ、もう粉っぽい感じですよ、この小さい方は。そうなんです。はい、そしてそれをしっかりとスパチュラで混ぜる。はい、あ、そう、なんかもうちょっと実験みたいな感じ、楽しいですね。簡単ですよね、これね。簡単だし、すごい本当に自立もするし、この下がマチがあるのですごい混ぜやすいです。はい、そうなんですよね。さあ、粉っぽさがなくなるまで混ぜていただきまして、はい、でもすぐなくなったかな。はい、さあでは、はい、そしたら、うん、ぜひ手の甲で試していただきたいと思いますので、はい、手の甲にたっぷりとはい乗せていただきましょう、はい、あー、すごい、トゥルトゥル、ね、これたっぷり乗せるといいんですよね。あー、なんか、お餅みたい気持ちいい。はい、こういう感じ。そうなんです。で、ちょっとこう動かしても垂れること、全然垂れてこない。そう、しっかりくっついてる。これはいいですね、本当に。なんか服も汚れないし、はい、塗ったら気にせず。そうなんです。こう忙しい時だったりするので、うんうん、そのまま動きたくなっても垂れてこないので。そうですね、動けますね。うんうん、全然垂れない。これが徐々にじんわり暖かくなるというのがスパークリングマスクの特徴と、はい、でもちょっとずつ来てます。来てますか。はい、はい、で、特徴としましては15分ほど経つと固まってプルンと剥がすこともできるんですが、今ちょっとお時間足りないので、はい、ここで15分経過した状態をアクシージアの神林さんの手を見本として皆さんに見ていただきたいと思います。神林さん、お願いいたします。はい、もうすごいたっぷりと塗ってくる。すごい。じゃあお三方にまず見せていただけますか。やりましたねすごい、垂れてこない、ずっと垂れてこないんですね、このまま。はー、さあ、プレスの皆様にもしっかりとお見せいただきましょう、うん、はい、そしてこれを剥がしていただきます。注目してください。おー、すごい。あ、何、プルンじゃん。すごい。ね、そしてこう肌に接してた面なんですが、こっちから見ても気泡のようにこうプツプツとなってるので、藤本さんにしっかりと見せていただきます、はい、触っていいですか。もう人のゴミ触るんで申し訳ないですけど、はっ、なんかもうあの癒される感じの。でも本当あのここがね、プチ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 すごいしてるので、わかります、その炭酸感が。すごい。だと本当に匂いも、なんだろう、いい意味で、あ、ないんですか、これ。そう。でも本当だ、男性も女性もちょっと顔につけるので匂いが気になるっていう人もすごいいいと思う。はい。いいですね。実際に藤本さんにご体験いただきました。はい。この後まだお話があるので、はい、じゃあちょっと私は。していただきたいと思います。はい。神林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あれだけたっぷり塗ってもいいって、八木さんいいですね、これ。いやー、いいですね。そのやっぱ、あれですね、触った時の、なんだろう、こう手の感覚とか、やっぱ心地いい方がいいですよね、絶対。そうですね、うんうん、はい、さあではテーブルを片付けさせていただきます。そうですね、贅沢にここまでやりたくないよね、なんか確かに、うん、型取りみたいになっちゃいますけどここまでやりたい。首もね、大事ですからね。うん、出ますからね、首は、ね、はい、しかも首垂れてこないならね、首やっても結構ね、良さそう。洋服につかなくて安心ですよね、はいはい、うん、さあ実際にご体験いただきましたが、はい、先ほどお二人からおすすめ対決でもこう、はい、スパークリングのところを見せてもらいました。やっぱり通じるものがありましたか。通じるものは、そうですね、ありました。ちゃんと、はい、15分待ってみようっていう気持ちになりますありがとうございます、はい、さあそれではですね、ここからは、うん、
ブランドアンバサダーのお二人から地元さんへ新商品でありますこのスパークリングマスクの良さ魅力を伝えていただいたというところですので、デビュー20周年を迎える芸能界の先輩である藤本さんからアンバサダーであるお二人が日和理由にもありますファンを笑顔にさせる力、自身の魅力を引き出し続ける力をより強くするためのアドバイスをぜひ藤本さんからしていただきたいと思います。そうですね、いやもうファンの方を笑顔にしてるのはもうすでにされてると思うんですけど、やっぱこう私も20年やってきて、なんかこうファンの方を笑顔にするっていうのももちろん大事だと思うんですけど、もう自分が笑顔だったらもうファンの方も自然と笑顔になるし、もう自分がね楽しむっていうことが一番じゃないかなと思います。はい、説得力がありすぎて何も言えません。そうだね、楽しむのが一番だと思います、はい、自分が楽しむ、ね、そうそうそう、はい、うん、でもあのファンタスティックスの皆さんってこうメンバーの皆さん仲良くて、はい、常にそういう意味ではご自分たちも楽しんでいるイメージがやっぱあるんですけれども、うん、佐藤さん、うん、もう本番もそうですけども、そのカメラ回ってないとか舞台裏でも常にこうみんなを笑かし合ったりするので、そういった意味ではすごくファンタスティックスはぴったりなグループかなと思いましたね、素敵ですね、うん、ですよね、うんうん、で今日はですね、藤本さんにぜひ教えてほしいことということで、はい、お二人に事前に考えていただいたんですね、はい、でそれをでは先ほど対決で見事勝った佐藤さんから代表して質問していただきたいと思います。はい、お願いいたします。そうですね、あの最近僕たちファンタスティックスはあのバラエティ番組とかも、うんうん、あの挑戦することが多くて、はい、もう長年テレビで活躍されている藤本さんに聞きたいんですけども、はい、こうね、芸人の方とかアーティストの方大勢いるところで、こうどうやったらこう自分たちの個性とかを出しながらもこう目立っていけたりとか、こう記憶に残るようにしていけるのかなっていうのをお聞きしたくて、はい、はい、でこれは実はですねフリップに事前に書いていただいておりますのでフリップで発表していただきたいと思います。藤本さんお願いします。ではじゃん、自分を信じるシンプル。いやでも本当にあのやっぱ前に出ないことには何も始まらないので、自分がやろうと思ったことは自分を信じて、もう周りの目とかちょっと気にせずぐっと前に出てみる。あとはもう本当に芸人さんがね大体いらっしゃるときは、本当に芸人さん優しいから本当芸人さんをもう取り込んで一緒に、はい、あのよろしくお願いしますって言って、はい、芸人さんと仲良く、ね、やっていただけたら、はい、助けてもらえると思います。ありがとうございます。はい、自分を信じるということですよ。そうですね、でもすごい大事な言葉だなと思うし、うん、こうなんだろう、すごいなんかさっきだけどシンプルだけど、うん、でもなかなかそれを持続し続けることって難しいと思うんで、うんうんうん、これをなんか僕も本当肝に銘じつつ頑張っていけたなと思います。はい、さっきも自分を信じた結果、うん、質問することができたので、はい、本当だ、うまいこと言う。今後も自分を信じ続けたいなと思います。はい、やはりしっかりと伝わりましたね。そうですね、なんか今の若い子って全部なんかこう飲み込んでくれるんですね。あのめちゃくちゃ素直です、ね、はい、本当に素直で、はい、すごい何でも飲み込んでくれるからなんかいいのかなって思っちゃう。こう反発する世代もありましたか？そうですね、私は結構反発してたタイプだったので、はい、それもねやっぱ自分を信じて素直にね生きていくっていう感じですね、うんうん、ありがとうございます。もう芸能界の大先輩である藤本さんからアドバイスをいただきました。ありがとうございました。ぜひですねお二方もますますのご活躍楽しみにしております、うん、はい、そしてブランドアンバサダーとしてもよろしくお願いいたします。お願いします。さあ残念ながらお時間となってしまいました。最後にですね一言ずつお言葉をいただきたいと思います。まずは藤本さん、正面に向かってお願いいたします。そうですね、もう本当にあのアンバサダーのお二人がねもうキラキラでスパークリングしてますけどお二人がもうスパークリングしてますけど、私も今回あのパック体験させていただいて、こう忙しい私世代とかでも本当にこう一人でパッとなかなかこう美容に時間をかけるとかどこかに行くっていうのが時間がなかったりとかする中、こう家で手軽に高品質なものができたり、あと本当垂れないとかね、すごい嬉しいところがいっぱいあるなと思ったので、ぜひ皆さん使っていただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。
では佐藤さんお願いします。はい、そうですね、今回の新商品もそうなんですけども、うん、僕たち、アンバサダーに選ばれた2人で、より多くの女性の方々にこのザ・ビーメイゾンの商品のたくさんの魅力を伝えていきたいと思いましたし、日頃家事を頑張っている方、そしてお仕事を頑張っている方、そんな皆さんの肌を、ね、少しでもいたわって、うん、奥に眠るポテンシャルを引き出していきたいと思いますので、今後ともアンバサダーとして頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。では八木さんお願いします。はい、プレゼンにお集まりの皆さん、本当に今日はお忙しい中ありがとうございます。こう美に対してやったりとか、まあ、本当にそれ以外のことにでもそうなんですけど、何事にもこう自分にこう奮い立たせて一生懸命頑張る女性を応援し続ける一人の男性として、こうアクシジアの一人のアンバサダーとして、そんな人間で居続けたいなと思います。これから一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。本日のゲスト、藤本美貴さん、そしてブランドアンバサダーファンタスティックスフロムエグザイルトライブの佐藤大樹さん、八木雄星さんでした。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ジルさん、ムービーさんで行ってまいります。ダメじゃないですか。もう衰えが。もう疲れちゃった。いたしました。フォトセッション続けて代表質問となります。どうぞご登壇ください。並びは先ほどのトークセッションと同じとなります。はい、それではまずはスチールさんの方ですね、女性の方です。中央からいきたいと思います。なります。お手数おかけしました。はい、そのままセンター目線必要な方手を挙げてお知らせください。はい、ありがとうございます。センターです。はい、中央お願いします。その横いただけますか、こちらです。
じゃあ、はい。ではそのまま皆さんから見て右側行きたいと思います。はい、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ではセンターより左側行きたいと思います。はい、外側から行きます。だんだん内側に戻っていきます。いかがでしょうか。手を挙げてお知らせください。他にいらっしゃいます。はい、はい、オフィシャルさんいかがでしょうか。最後戻りますか。大丈夫ですか。はい、戻ります。オフィシャル最後です。はい、ではムービーさんそのまま右真ん中左と目線を流していただきます。端からよかったら手を振ってください。ありがとうございます。一番右側ですね。スタッフが少し動いていきます。目線合わせてください。はい、女性スタッフが動いてます。ゆっくりお願いします。はい、中央です。じゃあ少し斜めにいただきます。はい、少し左にずれます。はい、一番左手です。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それではこちらのパネルお預かりいたします。そしてマイクをお渡しいたしますので、続けて代表質問を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、すいません、ムービーの前からこちらから失礼します、はい、大丈夫でしょうか。お願いします。はい、よろしくお願いします。今回この B メゾン、サロン級の体験ができるというまさにあのご褒美のようなアイテムですけども、ご自身皆さんそれぞれ、ご自身のなんかご褒美アイテムみたいなのを教えていただければと思うんですけども、まずじゃあ藤本さんから。ご褒美アイテム、はい、そうですね、もので言うともうエスプレッソマシンですかねもうなかなかこうどっか行ったりとかっていう時間は少ないので、こう子供が寝た後とかに、まあ、コーヒー自分で入れてなんか飲んでこうドラマ見たりとかっていう時間がすごく、はい、幸せな時間です。じゃあ結構もう毎日のようにやる。そうですね、もう朝も絶対コーヒーから始まるしっていう感じですね、はい。それに対してご主人は何か言ってらっしゃいますか。あ、旦那さんも横で飲んでたり入れてくれたりもします。なご褒美な感じですね、本当に。そうですね、うんうん。佐藤さんはいかがですか。僕はですね、プチ旅行です。はい、なんか大きな仕事終わったりとか、うんうん、ツアーをみんなで完走したっていう時は、それこそこの間もメンバーのゆうせいと2人で一緒にプチ旅行で一泊、そうですね、もう半日だけしか滞在できなかったんですけど、泊まって半日遊んで帰ってくるみたいなプチ旅行を自分へのご褒美として、はい、やってます。もう本当にじゃあ日帰りですか。あの日帰りの日もありますね。これではたまたま泊まれたんですけども、本当に半日しか空いてないときは、例えば朝3時に起きて釣りして一緒にご飯食べて仕事を始まるお昼前に帰ってくるみたいなことを、はい、睡眠
時間を削ってでも、はいはい、逆に疲れないですか？疲れないです、はい、もうパワーが有り余っちゃってリラックスできる、ね、そうですね、はい、もうなんか学生の旅行みたいですね。本当ですよね。そうですね、はい、八木さんはいかがですか？はい、僕はファンの方と過ごす時間ですかね。ちょっとずるくないですね。この回答ずるいですね。はい、もうもちろんその時間もすごく僕にとっては大切なんですけど、ご褒美アイテムだと、でもなんだろうな、お肉かわいい、お肉を送っていただけたら自分で焼いて食べるってすごい、美味しいですよね。はい、 お肉好きだったんです。うーんって考えた、考えて出す答えじゃないですよね、はい、自分を信じて、ね、自分を信じて、いいですね、いいですね、はい、実践してます。トラストマイセルフ、はい。ちなみにどのようにして食べるのがお好きですか？あ、もう焼き肉ですね。焼肉です。うーん、結構量のものはめっちゃ食べます。もう全然お肉が 2,3 キロぐらい食べます。さあ、その佐藤さんはそのシーンとかをご存じ、ご覧になってたんですか？もういつも目の前で見てますね。はい、本当にお肉食べさせてもらってます。大好きなんで、はい、しょっちゅう焼肉行きますもんね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。まあ、今回のこの、高クオリティが叶う、B メゾンということですけども、ご自身が高クオリティを発揮できると、まあ、人に自慢できる、自負できるようなものって何かありますか？難しいですね。藤野さんからいきますか。高クオリティをですよね。あ、わかりました。顔の小ささですかね。はい、まっすぐ見つめてますよ今。確かに、はい、特にね、ご夫婦で出られる時なんかはまた、はい、さらに小さくそうですね、はい、頑張って維持し続けたいなと思ってます。はい、では佐藤さんは。はい、高クオリティ、そうですね、僕は趣味でもあるサウナに関する知識ですかね。本当にサウナが好きすぎて、サウナスパ健康アドバイザーっていう資格を取って、そのサウナスパ健康アドバイザーを持ってる人だけが受けれる試験がもう一個あって、この間のサウナスパプロフェッショナルっていう、ついにサウナを経営するような、そういう方が持つような資格まで手に入れたので、知識も豊富だと思います。はい、経営したいと思ってらっしゃるんですか？いつかは LDH にサウナを作りたいなと。うわ、お願いしますね。ジムあるんですよ、日焼けマシンあるんですよ、サウナないんですよ。それはでも、その LDH とかじゃなくて、はい、もう個人で、あ、自宅に実は個人でその街中に、街中に、中目黒に、ね、あ、そうそうそう、いいですね。プロデュースバイ大木さんの、いや、すごい来ると思います。あ、いいですね、うん、あ、ローリューとかやってくれるんですか？やりますね。ちょっとなんか変わったロウリュにしたいので、ミルクティー のロウリュを。ミキティーみたいに言うな。信じましたね、今自分を。自分を信じて。グッと信じましたね。はい、アドバイスいただいて。ミキティーさん、顔引きつってましたね。ミルクティーの、はい。そうですね。ロウリュ絶対ベタベタしてやるんですね。はい。ありがとうございます。では、八木さんお願いします。はい。僕はもともとトレーナーをやったんですよ、ジムの。はい、そうなんですよ。パーソナルトレーナーやってて、なのでこう、なんだろう、トレーニングの、教え方は高クオリティで、出せるんじゃないかと。はい、それはじゃあ、メンバーとかにもやってたりするんですか？あ、なんか、そのなっちゃん、だから堀夏っていう、堀夏樹っていうパフォーマー、僕と同い年のメンバーがいるんですけど、彼には一緒にこうジムに行ってトレーニングを教えたりとか、食事どんな風にしたらいいかなとかアドバイスしたことはありますね。はい、いいですね。もうじゃあパーソナルトレーナーの中ででしたね、うん、はい。じゃあメンバー、じゃあ八木さんに聞けばもうトレーニングは、まあ、ある程度の体にはできると思います、うんうん、はい。ね、藤野さんご旦那さんもね、トレーニングそうですね、うちはそうですね、資格みたいなのはないですけど、私のパーソナルトレーナーをやってくれます。夫婦でいいですね、そのパートナーが。でもこんな整いすぎたトレーナーいたら入ってこないんじゃないです
ですか。いや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 、何回とか言われてもなんかもう回数わかんないですみたいな。僕がもう数えておいて、ちょっと集中してもらってって。優しい。ありがとうございます。で、藤本さん、今回長美しく居続けている女性ということでの、はい、登場で今回聞いていらっしゃいましたけども、はい、もうデビュー20周年ということで、はい、20年間変わらないことって、今変わってないこと、昔と比べても変わってないなと思うことって何かありますか。あ、でも私本当に今日アドバイスもさせていただきましたけど、こう自分を信じてこう常にもうどんな小さな一歩でもいいから前に進み続けるっていうのは、うん、変わらないかなと思いますね。あんまりこう後ろを振り返るというよりも前しか見てないですね、うん、それが成功の秘訣ですもんね。そうですね、もう前しかない、前しかないんです。前しかないんですね、はい、振り返ってももう何もないんです。わかりました、はい、進みましょう、はいはい、逆に変わったこととかありますか。変わったことは生活ですかね。やっぱこうデビュー当時とやっぱり結婚して子供がいてっていう、こうなんか守るものがね自分だけじゃなくて増えたりとかっていうところでは変わってきましたね、うん、ちょっと失礼ですけども、20年昔と比べて、まあ、今回のあれですけども、お肌とかどうですか。いや、可愛いままだとその通りでございます。信じております。ほら、僕たちは近くで見てるんですけども、プルプルのキラキラです。失礼なことを聞かないでいただきたいいいですよ、連れて歩きたいぐらいです常に力強い味方、はい、はい、佐藤さんと八木さんは、パフォーマーボーカリストとして、はい、それぞれね活躍されてますけども、うん、まあ、今回アンバサダーとして、美容にも気使われてるかと思いますが、お互いにそれぞれなんか魅力を言い合っていただけると。ちょっと時間足りないぐらいあるんですけどね僕の場合は。嬉しい。ユーセの魅力ですよね、はい、まずこの美ですよね。本当に美しいっていうことが一番似合うなって思いますし、本当に心が優しいので、すごく年下なんですけど、すごくお兄ちゃんのように慕ってくれるこの可愛らしさと、あとやっぱり普段のステージの上とそうじゃない時のギャップがすごく魅力的だなと僕は思いますね、ユーセは、はい、うん、ギャップはどうですか、その辺の感じて、はい、舞台、あ、ごめんなさい、佐藤さん、八木さんのギャップっていうのは、はい、すごいこう綺麗にステージの上とかこういうメニューの前では言うんですけども、本当にオフの時とかは本当にビッグベイビーで僕は呼んでるんですけども、赤ちゃんのようにほっとけないぐらい出しないとこがあったりとか、忘れ物が多かったりとか、本当にもう一人じゃ何もできないんじゃないかって思うぐらい、だから親心でいつもついに甘やかしてしまうんですけど、そんなとこが彼の魅力かなと、ギャップかなと思います、はい、ありがとうございます。八木さん、佐藤さん、どうですか。はい、大輝くんはですね、本当にもう僕はお兄ちゃん、僕も一人っ子なんですけど、もうお兄ちゃんがいたらこんな感じなんだろうなっていうぐらい甘えてますね、普段から。本当なんだろう、メンバーの中でも一番一緒にいる時間も長いと思うし、あと何、僕も初めてお芝居挑戦した時とかも大輝くんにその時たくさんアドバイスもらって、こう舞台とかもそうなんですけど、まあ、映像もそうなんですけど、まあ、一からいろんなことを教わってきた、こう頼れる先輩でもあるし、ね、すごく何かあったら大君に言いたくなっちゃうっていう、そんな存在です、はい、っていうことですけども、佐藤さんいかがですか。それ100点満点ですね、はい、ありがとうございます今日で僕の好感度がもっと上がりますね。満足ですね。皆さんぜひ書いてください下がるぞ下がるぞ。では、で最後、まあ、今回のこのスパークリングマスクについての PR コメントをそれぞれ皆さんいただきたいんですけども、じゃあ藤本さんからお願いします。はい、そうですね、もう本当に自宅で高品質の高クオリティで
こう自宅でできるっていうのは本当に私世代は嬉しくって、でも垂れないっていうので、まあ、家事をしながらでもできるだろうし、こう自分の時間をわざわざ作るっていうのがなかなか難しい世代なので本当に助かるなと思いますので、ぜひ私世代だったりとかお忙しい方、あとは本当に女性に限らず男性もね、今美意識高くなってきてますので、ぜひぜひ試してみていただきたいなと思います。ありがとうございます。佐藤さんお願いします。はい、本当にサロンの高級品質をご自宅で体験できる、すごく身近なアイテムだと思いますし、大人の女性に向けてでもあるんですけど、僕たちがアンバサダーを務めることで僕たちの同じ世代だったりその下の世代の方にもぜひ体験してもらいたいなというか僕は思ってますね。はい、なので皆さんの中に眠る美のポテンシャルを僕たちが目覚めさせたいと思いますので、ぜひたくさんの方にこの商品を使ってもらえたらなと思います。八木さんお願いします。はい、これだけですね、すごく使いやすくてこんなに高品質なアイテムって本当にないなと思いますし、またこう自分が使うのももちろんなんですけども、誰かにこうギフトしてもすごく喜ばれるんじゃないかなって思いますので、僕はお母さんとおばあちゃんにバッグをプレゼントしようと思います。皆さんもいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。では代表質問以上にさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。藤本美貴さん、佐藤佐伯さん、そして八木雄星さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ザ・ビーメゾン新商品発表会にお越しくださいまして誠にありがとうございました。お金になる際にぜひ会場に